マザー3始めていこうじゃないか。前回あれでしたね、ニッポリートの小屋で終わりましたね。さあそれではダスターを操作して行ってみようかとは言いつつもな、まあ分かりやすい亀裂があるよな。どっこいしょっとさあ行ってみようか。レディーゴー。うおお、なんかいる、なんか、うわおお、気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い。ああ、なんとりあえず無視しとこう。うわあ、喫食喫食。真っ赤んち真っ赤んち真っ赤んちってないなんで真っ赤んち。なんかそういうのなんか作ってみ使ってみるか。キムイだもんね。いや、わ涙が止まらなくなった。涙、あーなるほど、ミスりやすくなると。おい、あ、痛い。意外と強いぞこの真っ赤んち。おい、意外と当たるぞ。やばいやばい。おーおお、なんか今こいつ魔法使うのかな。嘘、こいつ魔法覚えんの。おお、でも倒した。よしよしよし。お、星肉、お、意外とラッキー、結構回復してくれるんだな星肉。気色悪いのに2匹も来た。離れなヒルたち、どうしよう。いやー、うわー、やばいやばい、体力よし、1匹倒したから、もうこれ下手すると死ぬな。うん、もう一度挑戦させてください。今回初のゲームオーバー。やーい。で、これなんか星肉とか継続されるのかな。ていうかさっき使った、あ、まだあるか。あ、星肉継続されてる。あ、よかった。あれ、今負けて正解か。経験値も入っちゃったし、えーい。あー、気持ち悪い。軽くするスルーしてこう。ああいうのムシムシムシ、落ちて、よし、こっからもうね、何もいないことを願うと。いやー、なんかいた。で、プレゼントあった。プレゼント、おりゃー、あー、チックシャー。こいつらめー、101万あったら体力、今気がついた、101万あったんだ。回復くらいしとけよかった。よし、とりあえずもう地道にコツ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 置いちゃうぜ。じゃあまた2匹、もうこれもうこれも連打勝負だな。おお、あ、連打で勝ちだもんね。おい、あ、意外と60なんだよこいつら HP。 なるほど、意外とコンボ決めれば勝てたんだ。失敗したな。さあレベル10になりました。プレゼント箱食べられるキノコ。やった、こいつらから取ったキノコなんてさ、おい。モンハンでオルタロスから取ったキノコのようなもんじゃねえかよ。あったー。待って。お、スズメ。スズメアドバイス。戦いのコツについてお話ししておきましょう。あなたと敵がどう接触したかで、あなたの戦いが有利不利になることがあるんですよ。普通に正面同士でぶつかると限らないわけで、敵のバックサイドから、うまく探知できれば、だんだん、断然か、あ、断然あなたが有利。戦いが入った時、敵は後ろを振り向いてますからね。逆にサイド、あなたがバックサイドを取られると戦いが始まってしまって、後ろを振り向いてあなたがかなり不利になるわけです。あなたが有利時、ぶつかった方が目の前は緑色、でもあなたが不利な時は赤っぽく、どっこいどっこい時は青っぽい感じだな。まあ、一言言えば前向きに行け、いや、若者ガガガオだね。そういうことです。どういうこと。じゃあ最後に質問よろしく。チンチンチンさあ、寝たいな、ほんと。おじいさん、ああ、おいしい、おじいさんの息子なんとかこっちに。なんでウエス知っててこっち死んでんだよ。チカチュールのバキモヤドはよーぐまあやられずに死んだね。一回やるとは。死に入っていたが、あら無理だよ。あんなもん鍵が刺さってて、はあ、びっとしいだよ。死に入るには壁をよじ登るほかにいいだよ。ああ、ヒントありがとう。出口じゃないの。まあいいか。畑なんて耕してどうするんだろうね、こんなところで。本当にね、内側から鍵がかかっててびくともしないな。まあ、これだよな。こ
この壁なら登れそうだ。壁を登りますか。はいっと。イエス。ワン、ツー、スリー、フォー。ね、はい、着きました。土砂とかいっぱいある。あそこからなんか姫とか王様がこうやって手振ってか、ほんでもって射殺されるってか、そんなこと考えてダメよって。ありありありんこっこ。足元をよく見ろ、俺がいるんだよ。わかんねえよ。ありだよ、踏むなよ。戦いのリズムが、まだよくつかめてよ。リズムをつかむには相手の鼓動を知るんだよ。敵を眠らせて心臓の鼓動を聞けるって知らなかったか。あ、そうなの。俺は知ってた。今からお前も知れよ。しかし実は、まあやらなくても戦えるけどな。まあね。アリアンとアリリアシだと。どういうこっちゃ。あら、これは一体誰でしょうか。縁の中に女性見つめられているような気がした。はあ、なるほどね。はあ、なるほどね。うん、カエル君、僕気のせいなのかな。今後ろの人に見られてるような気がするんだけど。ねえ、ちょっと怖いんだけど、カエル君。ねえ、なんでこっち向くの？え、これ、甲冑が飾られてる。ホラーで言う甲冑ってほんと怖いよね。え、これでしょ。ね、うわぁ！あっしろー！ああ！面白い。中いる。フレイミルク、最悪だよ！くっさいお化けに襲われた。お、わお。二発死んでも知らない。うわ、来たね。来たね、このやろ、ゲップかけがって。あ、来た、来た。このやろ。ゲップかけられて一発ピンとされて終わりかよ。いやー、腐ったよ。最悪なようで、まあ、嬉しいもんだけどね。さて、道がない。プレートに作品名が書いてある。作品名。思い出。ああ、なるほど。どういうことか。思い出っていうことね。なるほど。じゃあ。ありゃー。ああ。ちなみにこれ作品名。思い出って。そう、なんか。行くぞ。飛び降りてみますか。はい。That's alright! アスカミはくじきませんでしたーって。そんなことにならないよね。うわっ、くそぼー、気持ち悪い。あー、気持ち悪いよ、ちくしょう。へぇ、その状態で。ワン、ツー、スリー、フォーって。よし。また両ビゲロ。てりゃーっと。ちくしょう、ゲップぶっかけられた。この下にあの化け物いた、あのお化けいたらいいんだけどな、畜生。さてと、何これ。胸のあたりどんよりしていて、何も食べられなくなった時に限ってありますよね。そんな時はスキーミートで爽やか気分に。なるほど。さっきのプレゼント、このプレゼントを無駄にしろってか、あんたよ。上か左か。俺はせっかくだからこの左の道を選ぼう。お、温泉だ。やった。スッキリミント3、ラッキー。わー、すげえ。なんかシュールだな、この髪型。もう矢印だ。矢印は頭。どんどん探索していこうと思うけれども、一旦区切りますか。一回セーブして、そして次回へとつなげていきましょう。ね、ほんとゲップかけられるわ、一回死ぬわで、ほんと最悪だよ。それでは一回止めます。また次回お会いしましょう。